本日はブレイキングダウンにも出場経験のある所沢のタイソン氏が1月10日突如逮捕され、逮捕から7日後の1月17日衝撃のニュースが飛び込んできましたので、そちらについてまとめていきます。所沢のタイソン氏は1月17日2022年に知人に対して放った言葉が脅迫罪にあたるとして逮捕され、逮捕時所沢のタイソン氏は脅迫するつもりはなかったなどと容疑を一部否認しておりました。そんな所沢のタイソン氏は2023年11月自身の YouTube チャンネル内にて、角丸罪の元締めは麻生丸郎などと発言し、大物政治家の名前を出して衝撃の発言を行っておりました。そんな所沢のタイソン氏逮捕から4日後、御坊の党奥野隆氏は自身の X にてこの逮捕の件について触れており、要約して読み上げます。社会を良くしたいとか本人のことを心配してるわけではありません。1月10日に自称三千専務杯を名乗る所沢のタイソンが逮捕されました。年下にくん付けされて、お前目の前ちょろちょろしてたらまるすぞてめえと電話で言った罪だそうです。脅迫罪だそうです。そんなこと言ったらブレイキングダウンの出場選手は全員逮捕ですね。所沢のタイソンは取り調べに対して、本当にまるすつもりはなかったと供述してるそうです。所沢のタイソンは1ヶ月くらい前に自身の YouTube チャンネルで、角丸罪の元締めはあの大物政治家と題する動画を公開し、その中で麻生丸郎の名前を出してしまったのです。所沢のタイソン本人は虎の尾を踏んだこともパンドラの箱を開けてしまったことも分かってないでしょう。電話で丸するぞてめえといった一昨年前の罪で逮捕されてしまいましたなどと投稿し、所沢のタイソン氏の逮捕の真相は大物政治家の反感を買ってしまったからなのではないかと自身の憶測を述べておりました。そんな中、所沢のタイソン氏逮捕から7日後の1月17日、所沢のタイソン氏は自身のインスタグラムにて、報道もいい加減だよな、まあ別にいいけど、言いたいことは腐るほどあるけどそれは言わない、いちいちかっこ悪いから、こんだけニュースにしてくれて逆にありがとよなどと投稿し、さらにはインスタグラムストーリーにて、今年の流行語間違いなく丸すぞ、俺が無事に出れることをわざわざ神社でお祈りしてくれた、そんな優しい人が俺の周りにはいるんだなと心から嬉しくなりました、義理と人情だけは忘れないなどと投稿し、逮捕からわずか7日後に釈放されたことを報告するとともに、報道には間違いがあるとも取れる訴えを行っております。注目の集まる所沢のタイソン氏の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。